おはようございます。まあアウトプット恋愛の恋愛そのとおりですね好きだと思ってもいいなと思ってもアプローチしなかったら来ないですからねよくあのシンデレラストーリー的なねなんか待ってたら来るみたいなねまあそれはたまにね、まあ、奇跡的に偶然として、まあ、あ,のあるかもしれないさ待ってたら。 王子様白馬の王子様が、まあ、ね馬に乗ってね白馬の王子様があなたの目の前に訪れるというのがまああるかもしれないだけどその80歳の時に白馬の王子が現れてもどうですか ?90 歳になんかその病院のこうベッドで酸素マスクしてて白馬のね馬,馬乗ってきて「あれ?」来たんだけど」みたいな「いや私私もう少しでお亡くなりになります」みたいなね だつまりそれを考えると白馬の王子様に出会える時間っていうのは可能性っていうのはうーんまあ4050まあそのリミッター人それぞれかもしれないですけどど,どうですかねってなるとまあ成人から20年間ぐらいですよねこの20年間でそれを成就するっていうのは結構難しいんじゃないかなとでもねこの20年という時間の中でね 自分がいいなと思った時いいなと思ってねアプローチしてじゃあどっちの確率の方が高いですか確率論ですねいいなと思ってアプローチするもちろんなんだあー断られる可能性もあるとありますよでもう一方はねただ白馬の王子をただ待ってるだけ20年間待ち続けるきっと私にはきっと私にはこんな素敵な男性が目の前に現れる 思い続けて20年こっちねこっちはアプローチし続けるいいなと思ったら20年だまあ人生においてそれぐらいしかないじゃないですかどっちの方が確率は高いですかどっちの方が確率は高いでしょうかまあ僕はまあこっちのアプローチした方がいいと思いますね <laughs> うんそうまあ久保さんもね結局ねあのネットビジネスにアプローチしたわけですよ ね、うさんくせえなと思いつつもまあマージャン店やってたら無理だなということに気づきまして、まあ、ネットビジネスにアプローチしたわけですよノックを叩いたわけです扉をでもそれをしなければ、まあ、今はないですね、まあ、全員が久保さんになれるかどうかわからないですけど、まあ、少なくてもノックしたとでノックして開いたら誰よりもやったっていうねただそれだけですよ要は可能性は上げたってことですねわかります こっちとさっきの A と B だったら、まあ、多分こっちの方が可能性高いんですよ20年間白馬の王子を待ち続けるかその可能性とノックしあのアプローチしの可能性どっちが高いかとじゃあこのアプローチしていく中で例えば自分を綺麗にするとかうーん,なんかおしゃれするとかメイク頑張るとか内面外見鍛えるとかねでそしたらの確率論上がってくるじゃないですかあれお前そんな綺麗だったっけみたいなあれ あれ中学校、うんええー、みたいな、たまにないですか。中学校の時全然だったのに、大人になって、めっちゃ可愛いになってる人いるじゃないですか。ええー、みたいな。うん、なん確率上げて上げていけばいいわけですね。久保さんは、まあ、とアプローチして、量こなして、スキルアップして、どんどん確率を上げていったっていう、ただそれだけですね。あなたは確率を上げる、日々、起こってますか言ってらっしゃる。